こんばんは、勝則です。今日も晩ご飯と体重の変化を報告させていただきます。フライパンにクランベリーを入れて卵を注ぎます。最近はこのクランベリー卵焼きがお気に入りです。フライパンに食べやすい大きさに切った白菜を入れ、豆腐を加えます。塩コショウをしてもいいですし、味の素を振っても、中華スープのだしを振っても、和風のだしを振ってもいいです。炒めてください。僕はあっさりした味が好きなので、何も振らずに蒸し焼きにしていきます。さらに食べやすい大きさにキャベツを切って入れます。豆腐をさいの目に切って加えます。ドライクランベリーを加えます。フライビーンズを加えます。柚子胡椒をかけて、ポン酢を上からかけまして、これで完成です。クランベリー卵焼きは畳んでいきます。スパニッシュオムレツでも構わないのですが、こうやって包むのが結構好きです。さらに移して、完成です。白菜と豆腐の蒸し炒めはこれで完成です。さらに移して完成ですが、ここのところ毎日同じメニューになっていますが、まあ同じものを食べても飽きない、好きなものしか食べない生活なので、大概こういうことになりますが、YouTube で動画を投稿するということになりますので、これからは毎日新しいメニューを考えて投稿していこうと思います。ここにキムチの素をかけて完成です。下ごしらえは別にして、3品を
5分で完成させました。キューピー3分クッキングとはいきませんが、まあ結構な手際だと自分では思っています。ご視聴ありがとうございました。これで終わらせていただきます。今日の献立は豆腐と野菜を中心にした3品となります。さよなら。